京都円町のお食事処愛ちゃん久しぶりです。今ここ燻製カレーになっているところなんですけど、前こういうカフェでございまして、まあ、なかなかちょっと閉まっている時が多かったんですが、まだこのカフェの時代の、動画でございますが、エビフライ、この値段で4匹です。ちょっとエビがちっこかったから4匹つけときましたよと。普段は大きいのが、これぐらいのやつが3つだそうなんですが、4匹入っておりました。4尾か、でレモンかけてですね、自家製の、タルタルソースでいただきます。でよく冷凍のエビフライで真ん中がもう本当に、ちっこいちっこい身しか詰まってないのが多い中ですね、ちゃんとびっしりエビなんですね。これがこれでちっこい方のエビですからね、これ4本って素晴らしいクオリティだと思います。今も同じ値段だと思いますが、愛ちゃんの中で一番高い、定食エビフライでございました。ぶっちゃけ本当にそんなに儲かってないと思うんですよね。本当に感謝しかないんですが、愛ちゃんに大感謝でございます。よろしければチャンネル登録こちらよりよろしくお願いいたします。それではまた明日です。ありがとうございます。永瀬さん、東京の永瀬さんが辞められるんですね。まあジャニーさんがお亡くなりになられたのもあるのかどうかちょっとよくわからないんですが、すごい決断だと思います。なんかやっぱりまんまそのまんま、保守的に行くよりもやりたいと思ったことを積極的に、やる生きる生き方、41歳でしたっけね、あんな生き方をやっぱりしないといけないなと、つくづく自分にも、思ってですね、思いながら見てたのですが、それだけでございますか。それではまた明日です。ありがとうございます。時事のことこれからちょっとこれから言っていこうかなと。